はいどうも皆さん、四季島と申します。とげ、今回やってまいりました。次期大型アップデート情報第2弾として、まず一つが通信兵の新しい機能の実装の紹介、それプラスやってまいりました新武器新兵器の紹介の、この2つの方をお伝えしていきたいと思います。はい、やってまいりましたね。新しい機能プラス新武器新兵器の紹介です。はい、というわけで、まあ早速ね、もうつらつらとやっていってしまうんですけども、まず最初こちらですね。この前ね、あのロケット弾がね召喚できるようになるよっていうような話したと思うんですけれども、それプラスもう一つ通信兵の新しい機能としてこちらですね、補給箱の投下ができるようになります。はい、これはいいですね。これはいいですね。ね、楽しそうですね。とうとうこういうの来たか、いいんじゃないのね。うん。で、しかもですね、この、空中投下物資というのは、通信兵だけで呼べるそうです。そう、通信分隊とかでなくても、誰でも呼べるそうですね。うん。しかも、通信分隊ランク1とか、通信兵ランク1とかでも、呼べるそうです。うん。つまり、誰でも呼べる基本的な、通信兵の新しい機能ということですね。いいですね、いいですね。うん。で、しかもですね、ここで呼べる空中投下物資というのは、まんま弾薬箱の性能らしいですね。うん。まんま弾薬箱。なので、武器の弾薬が補給できるということと、あと、迫撃砲とか、ロケットランチャーとかを、補給してしまうと分解するよっていう形ですね。うん。だから、本当に弾薬箱をそのまんまですか。ね。そういったものをいつでもどこでも好きな場所に呼び出せるというのが、新しい空中投下物資となります。うん。と、ここまでだったらいいんですけれども、まだね、ちょっと説明不足なところがいくつかありまして、こんな感じで空中投下物資を呼んでる最中なんですけども、この時に支援砲撃とか撃てるのかっていうのがちょっとまだよく分かってないんですよ。そうね。空中投下物資を呼びますと、ね、空挺部隊と同じく、まあ、輸送機が空中でスポーンしまして、で多分自動で、ね、投下物資を落とすんだと思うんですけども、飛んできてる最中とかね、落とすまでの時間とかかかると思うので、その間ね、支援砲撃撃てないのはちょっと不便ではないかという声がありますね。うん。またそれプラスですね、やっぱりこの空中投下物資が弾薬箱だということなんですけれども、だったら公平で弾薬箱作った方が早くねみたいな。そういうちょっと身も蓋もないような話もあるんですけど、ね。そのあたりはどうなのかなっていうのがありますね。うん。ただこういったものはね、ちょっと実際やってみるって分かんないところがあるからね。うん。まあ少し楽しみにしてようかなって思いますね、このあたりはね。うん。というわけで、まず最初の、追加要素として、通信兵による空中投下物資ができるようになるよというようなお話でした。はい。というわけで、次はいよいよ新武器新兵器の方を紹介していきたいと思います。よし、もうね、ここにチラッとね、もう映っちゃってるんですけども、まず最初なんですけど、まず課金車両として2車両、戦車ですね、戦車の方が追加されます。まず一つがこちらですね。はい、やってまいりました。 KV2 の方が実装されます。やったぜ。152mm 榴弾砲を持った移動式野外トイレですね。とうとう来たかね。 BR は4ですね。うん。まあ、課金車両ということなんですけれども、まあ、これは課金車両になってでもしょうがないかなっていうのはありますね。うん、これちょっと一般研究釣りだとね、ちょっと難しいからね。うん、バランス的に。まあ、課金車両でまあしょうがないかなと思いますね。うん、欲しいですね。欲しいですね。ね、まあ、BR4 ということなんですけれども、まあ、152mm、まあ、榴弾砲だったらね、まあ、パンターの側面装甲とかも抜けると思うし、あとはショットトラップですか、ショットトラップでなんとか、まあ、タイガーとかパンター撃破できるかもしれませんからね。さすがにキングタイガーは難しいかもしれませんけども、うん。まあ、それで、そうですね、パンター、特にパンターですね、うん、パンターの砲塔正面に当てて、
ね、車体天板に当てるみたいなことで、まあ、撃破できるかもしれませんからね、うん、それプラスやっぱり榴弾ね、 152mm ということもあるから対歩兵戦でも活躍できるかなね、うん、あとですね、あのこの肝心の、リロード時間ですね。リロード時間なんですけども、なんか30秒ほどかかるらしいです。そう、なんかそういう情報も出回ってますね。うん。IS-2 が約20秒のリロードなんですけども、こっちはね、30秒もかかってしまうそうです。やばいですね。ね。まあそうですね、リロードしてる最中は、なんか身を隠してリロード時間を、ちょっと待つみたいなね。陣地転換とかもね、うん、その間にするみたいな、そういう立ち回りが必要かな。うん、まあいいと思いますね。ちょっとこれ欲しいですね。ね。うん。まあというわけでそんな感じで、まず KV-2 が実装されます。そしてそんな KV-2 に対抗するドイツの課金車両としてこちら 8.8 センチフラッグ37ですね。こちらの方も BR4 の課金車両として追加実装されます。うん。まあ 8.8 センチはね、やっぱりね、安心と信頼のね 8.8 センチなんですけどね。ただやっぱり車体はさすがにね、ハーフトラックということもあるので、やっぱり走行としてはそこまで頼りにはなんないかな、ね、特にウォーサンダーと違ってね、エンリステッドってね、歩兵傾向の対戦車兵器強いからね、まあそのあたりとしてはやっぱり、まあちょっと扱いは難しいかなっていうところがあるかなね、うん、とは言ってもね、やっぱり安心安全の 8.8 センチということもありますし、あと確かね、リロード時間がね、普通の 8.8 センチ、タイガーとかよりも確か短かったような気がしますね。ウォーサンダーの方とかだとね、うん、まあそういう恩恵があってもね、まあいいかなと思いますしね、うん、まあ別に 8.8 センチだからね、そんなにね、ガンガン前線に突っ込んでいくぜみたいなね、やつじゃないと思うからね。なので遥か後方の方から、まあね、連合の戦車とかね、ソ連の戦車を狙い撃つみたいな、そういう運用になると思いますね、うん、いいと思いますね。ね、やっぱあと単純にかっけんだよなっていう、やっぱりフラッグ37はやっぱり単純にかっけんだよなっていうところありますよね、うん、まあそんな感じでドイツの課金戦車として 8.8 センチフラッグ37が追加されます。はい、この2車両が今回の課金枠ですね、うん、というわけで、じゃあ次ここから一般研究ツリーの方で追加されるものを見ていきましょう。まずソ連なんですけど、ソ連の新しい新型戦闘機枠としてポリカルポフの I-185 の方が追加実装されます。うん、BR-5 ですね。 BR-5 の戦闘機枠なんですけども、はい、来ました、こちら、なんと250キロ爆弾2発搭載です。やったぜやったぜ、戦闘爆撃機枠です ね。現在のね、 BR-5 で、あのラボーチキンがあるんですけども、ラボーチキンもね、一応100キロ爆弾2発搭載なんですよ。そう、まあそんなラボーチキンと比較しまして、こっちの方がね、爆弾でけえよっていう話ですね、うん。であと固定武装なんですけど、固定武装は3門の 20mm 機関砲ですね、うん。まあ、3門の 20mm 機関砲はいいんですけども、まあ、やっぱりね、携行弾数が、ね、560発とね、なので1門あたり180から190発くらいしかないんですけども、まあソ連の戦闘機ってね、いつもそんなもんですよということで、まあ、そのあたりをね、受け入れましょうか、うん。まあ、というわけでとりあえず BR-5 の戦闘機としてポリカルポフの I-185 が追加されます、うん。で次なんですけども、まあこれも来ると思ってましたね。はい、 T-34-57 です。はい、 57mm 砲搭載なんですよ。そう、76mm 砲よりちっちゃくねって思うかもしれないんですけども、実はですね、この 57mm 砲って、あの鉄鋼弾の貫通力がね、すごく高いんですよ。そう、しかもですね、こちら、APC-BC 付きです。そう、 APC-BC 付きですね。なので、あのパンターの砲塔正面も結構遠距離からでも抜けるかもしれません。そう、それくらいに強力な鉄鋼弾を積んでるんですよね、うん。だから BR-3 の、まあ、戦車としては非常に強力な装甲貫通力を持ちますね、うん、いいと思います。ただしね、やっぱり 57mm 砲ということもあるから、榴弾がそこまで強くないよねっていうところもあるので、まあそのあたりは、まあ、差し引き換算としてね、まあいいんじゃないのっていう形かな。ね。まあそんな感じでね、まあ来るとは思っていました。そんな T-34-57 が BR-3 の方で追加されます。うん。で、残念ながら今回ね、ソ連の追加武器はこんな感じです。この2つしかありませんね。残念です。はい。ではこの勢いのまま続けるんですけども、次ドイツですね。ドイツの方としては、はい、新型戦車としてなんと4号戦車 G 型が
BR3 の方に追加実装されます。はい、4号戦車 G 型ですね。うん、もうこれはね、もう4号戦車 F2 型の、まあ、上位互換になるような戦車ですね。うん、とここであれって思った方もいらっしゃると思うんですけども、そう、かつてね、あのスターリングラードキャンペーンのこのフルアクセスパックですね、これ買ってる人はね、もうすでに何人かの方はもう持ってると思います。あのついてきたんですよね。そうなので、またここで通常ツリーで、G 型追加するのって思うかもしれないんですけども、今回ね、この4号戦車 G 型が通常ツリーの方で追加されるということもあって、かつてのスターリング型の、4号戦車の方とは区別されるそうです。かつてのスターリングラード型はですね、こちら4号戦車 G スターリングラードという名前が変更された上でですね、なんと APCBC とヒート弾と、なんと APCR 弾を持てるようになるそうです。そう、スターリングラード型の方はね、まあ、APCBC はともかくなんですけども、ね、ヒート弾と APCR があるんですよ。そうで、このヒート弾と APCR なんですけども、まあ、ヒート弾の方はこちらなんですけれども、まあ、80mm ということで、まあ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 普通の APCBC の方が強いよねってなるんですけども、なんと APCR の方は 163mm 貫通です。で、100m 離れても159mm 貫通なんで、これね、あのシャーマンジャンボの車体正面、結構な確率で抜けますね。お、いいんじゃないの、お、いいんじゃないのっていうような性能ですね。うん、なのでかなり強いですかね。まあ、ヒート弾もね、やっぱり楽なんですよね。そう、歩兵に対してもね、普通の HE 弾と同じような動きするしね、まあ緊急で 80mm 貫通ということもあるからね、いいかなと思いますね。うん、まあそんな感じでスターリングラード型の方は、まあこんな感じで、まあ区別されますね。うん、通常型の方は APCBC か、APCBC と HE の2つしかないんですけどね。まあこんな感じで区別はされてしまうんですけども、まあね、かつて課金した人にとっては、まあいいかなと思いますね。うん、あとですね、このスターリングラード型なんですけども、なんかスキンも変わるそうです。そう、あのバルケンクロイツのね、旗がつくようですね。結構大胆に変わりますね。いいと思いますね。うん、で、ただし残念ながらドイツは今回もやっぱりこれだけですね。そう、車両1両だけの追加となりますね。最近ね、ドイツのアップデートでね、なんか全然追加武器ないんでね、寂しいですよね。うん、そろそろね、歩兵の武器とかもね、なんか追加してほしいなとは思うんですけれども、まあそのあたりはね、次の大型アップデートの方で、まあ期待って感じかな。うん、まあ、というわけでドイツは以上となります。で、次、連合なんですけども、連合、はい、来ました。T20 ライフルが BR5 の方に追加されます。やったぜ、やったぜ。はい、ようやくこれで、ね、日本の長径機関銃とか、ドイツの FG40 に対抗できる、ね、ライフル枠の銃が来たかなと思いますね。うん、もうこれ、性能に関してはね、まあ、バーに近いかなって感じかな。バー、もしくはソ連の AVS とか AVT に近い性能ですね。うん、なので、まあ、長径機関銃ほど使いやすいかって言われるとそうでもないんですけれども、まあ、ほぼほぼバーということもあるから、まあ、普通にね、もう前線に突っ込んでいっても弾丸ばらまくみたいな、そういうムーブをすると強いと思いますね。うん、あと単純に AI ですね。AI に持たせると、まあ、多分暴れてくれると思うからね。ようやくこれでね、そう、長径機関銃とか FG40 に対抗できるね、一般ライフルが来たかなと思います。いいと思いますね。あとやっぱり銃剣つけられます。いいと思います。はい、というわけで、まあ、とりあえず連合はそんな感じで T20 ライフルが BR5 の方で追加されます。やったぜ。そしてそれプラス、とうとうこちらも来ました。はい、こちらのシルエットね、もうジャンボ76です。はい、ジャンボ76の方が追加実装されます。やったぜ。こちら BR5 の戦車ですね。うん、まあジャンボ76ですと、もうパンターとかタイガーとね、互角以上ですか、互角以上にね、渡り合いますね。いいと思いますね。そう、まあパーシングとはまた別方向の強さですよね。パーシングの方が攻撃力高いんですけども、ジャンボ76の方が、まあ、安定した防御力あるかなって感じですからね。いいと思いますね。そう、まあ本当に別方向の強さということもあって、結構ねバリエーション増えていいかなと思いますね。ただですね、こちらのね、ジャンボ76は BR5 ということもあるので、今あるね、普通のジャンボがね、まあ BR4 くらいに落ちてもいいかなっていう風な、まあ印象はありますよね。うん、
まあそんな感じで、まあただね、やっぱりいいですね。これは歓迎するべき追加ですね。うん。まあというわけで、とりあえず連合の PR5 の方にジャンボ76が来ます。やったぜ。はい、というわけで、まあ残念ながら連合もこれだけです。イギリスの新武器欲しかったんですけども、まあしょうがないですね。うん。じゃあ最後、我が日本の方に追加される新武器、新兵器なんですけど、まずこちら、KE7 ですね。KE7 がなんと BR3 の方で追加されます。おお、BR3 ですか。てっきり私ね、BR4 くらいになるのかなと思ったんですけど、BR3 で追加実装される方、そうです。やったぜ。うん。まあもう性能的にはもうほぼほぼバーですね。うん、もうここにも書いてあるんですけども、アメリカのね、ブローニングに似ておりーなって書いてあるんですけども、まあほぼほぼバーですね。うん。ただバーと違ってこちらはね、あの25発弾倉らしいです。そう、25発弾倉。お、いいんじゃないの ?5 発お得ですね。はい、やったぜ。はい。まあそんな感じで KE7 が BR3 の方で追加されます。はい。そして次なんですけど、はい、次。思いもせぬ戦車が追加されます。サプライズです。はい。サプライズとして、こちら。4式中戦車、チトが追加されます。やったぜ。ね。4式中戦車ですね。それが BR4 の方で追加されます。おー、いいんじゃないの、いいんじゃないの。ね。これ本当にね、私好きなんですよ。ね。ウォースタンダーでめちゃくちゃ乗ってましたね。ね。ねえ、ねえ、まあ性能なんですけども、まあ 75mm 長方針なんですけども、この 75mm 長方針がですね、かなり強力でして、ウォースタンダーの方のね、情報を見る限りでは、あの一式鉄鋼榴弾の方だと 10m で148で、4式鋼弾だと 151mm なんですよ。そう、走行貫通ね。うん。これさっきのね、あの4号戦車 G 型の方でも言ったんですけども、これシャーマンジャンボですね、ジャンボの車体正面、これワンチャン抜けるんですよ。そう、ジャンボの車体正面ってあの、傾斜を含めましてだいたい 140mm から 150mm くらいなんですよ。そう、なのでワンチャンね、 100m 先からでも、そう、抜ける可能性があります。ジャンボの正面走行、ワンチャンね、まあ、角度によっては抜けないんですけれども、ね、まあ、抜ける可能性があると、それくらい強力な鉄鋼榴弾を撃てるんですね。そう。まあ、そういったね、非常に強力なね、戦車砲を持つ4式中戦車、チトが実装されます。これね、ここまで早く来るとは思ってなかったですね。いいと思いますね。ね。堀とはまた別方向の強さですからね。やっぱり砲塔があるので、ね。やっぱり堀ね、やっぱり扱い難しいんですよ、太平洋キャンペーンのね、マップだとね。特にやっぱりガダルカナルだとね、使われるね、場面結構ね、少なくて狭いからね。しかしこっちはね、砲塔を持ってるということもあるからね、いいと思いますね。まあ残念ながらね、まあ相変わらず、まあその走行に関してはあんまり期待はできないんですけどね、本当にやられる前にやれっていうね。はい、そうね、戦車となりますが、これは本当に嬉しい驚きですね。というわけで、まあ、そんな感じのチトがね、BR4 の方で追加されます。やったぜ。はい。まあ、というわけでね、まあ、今回はこんな感じですね。うん。まあ、ちょっとね、まあ、全体的に、まあ、数少ないかなっていうところもありますし、あとこれね、結構ね、指摘されてるんですけども、エンリセットってね、歩兵中心のね、ゲームにもかかわらず、今回のアップデートの方で、追加される新武器新兵器ってなんか戦車が多いんですよ。そう、戦車と航空機ばっかりなんですよ。そう、歩兵の武器っていうとね、 T20 と KE7 の2つくらいしかなくてね、あれこのゲームウォーサンダーじゃないですよねみたいな形でちょっとね指摘されてるんですよね。うん、確かにちょっと戦車が多めなんでね、ちょっともうちょっとね歩兵傾向の武器欲しかったかなっていうところあるんですけどね。ただまあとは言ってもね、ジャンボ76とかチトってね、結構環境大きく変わるからね、うん、いいと思うんですよね。うん、まあしょうがない、こういうアップデートもありますよっていう形かなね。うん、まあやっぱり KV2 はやっぱりね、うん、かっこいいのだ。これやっぱり買おうかな、買っちゃいそうな気がするんだよな。ね、うん。まあというわけで、今回の大型アップデート情報第2弾はこんな感じかな。通信兵で呼べる新しい機能が追加されるよということと、新武器新兵器がやってくるよという話ですね。うん、もうこのペースだね、まあ、どんどんね新兵器とかね、もう追加情報があるので、もう6月の中旬頃ですか、あと2週間もすればね、次の大型アップデートやってきそうですね。うん、まあ楽しみに待っていましょうか。はい。
というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。